こん、嘘。おはようございます。おはようございます。暑いですね。どなたか X 見れる方、あれできてるか見ていただいていいですか。共有みたいな、シェアみたいな。シェアできてますかね。お、できてた、よかった、ありがとう。ちょっと今日もスケジュールがパンパンなので30分までしか配信できないんですけど、30分までたくさん話せたらなと思います。で、忘れないうちに言っとくんですけど、明日も一日ちょっと予定があって、厳しいので、本当にギリギリのギリギリまで予定があるので怖いんですけど、23時45分から0時までって感じなので、皆さん起きてたら見に来てくれたら嬉しいです。めちゃめちゃ夜遅いんですけど、そう、八重洲の準備しながら見て、よかったら。まあでもみんなもう八重洲の準備終わってるか。そんな時間の頃にはもう、あとは寝るだけって感じにしといてくれたら嬉しいです。お、早速劇場、嘘。朗読劇の抽選申し込みました。嬉しい、ありがとう。そうなんです、8月の9日にね、朗読劇にね、出演させていただくことになったので、抽選販売、チケット販売の抽選はもうすでに昨日にね始まってますので、今日の朝7時半ぐらいに自分も X でポストしたので、よかったらそっからね入ってくれると嬉しいです。浅草でやります。ねえ、そう、天気予報毎日見てて、焼津、本当に焼津市民以上に焼津の天気見てるんだけど、もうなんか履歴に残ってるんよ。そう、本当に自分の家はどこって聞きたくなるぐらい、毎日毎秒のように焼津の天気調べてます。今んとこね、結構曇りっぽいので、そのまま持ってほしいですね。でもたまにちょうど18時とか19時とか20時ぐらいに、18か21時の間かな、ちょっとたまに雨マークがついたりするのがちょっと怖いところ。お、いちごアイスありがとう。もう本当に多くは望まないので、とにかく雨だけは降らないようにお願いします。まかりみきちゃんにあることを確定したので、たくさんお話しようね。ね、しようね。もうさ、今の時点でさ、どんどんいろいろ朗読劇もそうだけど発表されてさ、まかり話すことたくさんってなってるけど、まだあるからね、みんな。まだみき発表されてないことあるので、まあ次っていうか、これに関してはいつ発表かな、もうそろ多分発表される。もうこれも発表されたらみんな絶対話したくなると思うから、本当に今回の追加の幕張あってよかったって感じ。もう本当に自分でも
へってなる、なんかえみたいな、もうこんな話すことあるっていうぐらい本当に9月の幕張話すことたくさんあるんですよ。じゃあまずなんだ、どっから遡るんだ幕張は。生誕祭、あ、じゃあまずゼップか、ツアーでしょ、ツアー生誕祭朗読劇。そう、これだけでも結構2日で足りるみたいなとこあるんですけど、まだあるんですよ、まだありますから。はい、多分本当にもうちょっと発表されると思う。これも感想述べてほしい系のやつだからそう、本当に絶対時間足りなくなる未来しか見えてないから、みんな本当に覚悟しといてねいやー心配だもん本当に時間足りるかな。そう、 FC 岐阜もあるし焼津もあるでしょ、もうどうするよ本当に、足りるのこれ足りるんかって心配も。焼津行くことしました。あ、やったー、万歳、待ってます。ね、一応そう、焼津はあの当日の朝の6時に公式のホームページでやるかやらないか発表されるみたいなので、皆さんちょっと早起きしてチェックしていただけるとです。いや本当に絶対みんな喜んでくれる自信あるし、自信とかのレベルじゃない、絶対喜ぶから絶対喜ぶ報告なんよこれ。もう本当に早く言いたすぎて、もう朗読劇もね、やっとってか、朗読劇割と最近かでも声かけていただいたの、もうボロって言っちゃいそうだから早く言いたいんよ本当に早く言いたすぎて、もう本当に本当に早く言いたいよ。しかもそれあれか、幕張の時にはもう札幌も終わってるのか、名古屋分と札幌分も喋れちゃうでしょ。いや札幌でもね絶対あれ喋りたくなると思うしね、みんなあれ絶対喋りたくなると思うんだよねあれねっつって。いや本当に足りる2日で足りる、なんかみんなのその枚数とか時間どこじゃなくて2日足りるって感じ。2日間で大丈夫、3連休とかにした方がいいんじゃないって感じ。そう、絶賛ね本当にお仕事がありがたいことにパンパンすぎて、もう本当に睡眠不足で、もうちょっとでも目をつぶったら寝ちゃうんじゃないかっていう日々を過ごしてるんですけど、本当にステージ立ってる時以外もうずっともう 目パチクリみたいな感じなんですけど、そうでもありがたいことですよね本当に。多分本当に幕張だからもうみんながみんな早口になりそう、あれとこ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 れみたいなもう本当にでバイバイした時にもはぁはぁってなってるぐらい喋ることいっぱいあるからそう、焼津は一応日曜日がダメだったら15日が予備日にって書いてあったはずでしか、ミキの記憶では。いやもう本当に何が発表されるかはまだ言えないんですけど、早くみんなとこの嬉しさを分かち合いたい。はい、しみんなが絶対喜んでくれるっていうのも分かってるから早く言いたいね。いやでも本当にもうそろそろね発表されないとって感じの時期に来てるからそう、発表されると思うんだけど、今週中、来週か、来週中にはされるかな、多分来週中にはされると思われる。うん、
じゃないと普通にこちらも間に合わないのでいやもう早く言いたいね。お、もう早く言いたい本当に。でも睡眠とってたらそう本当に覚える時間が足りなくなっちゃうから、とにかく本当に自分が寝てる間は時間が止まってほしいです。そしたらミキも寝れるから。そうミキが寝れない原因は時間が進むから。寝るとミキが寝るとなんか地球って時間が進むみたいで、そう困るよね。今日は何度なんだこれ。27度か。これで27度なんだ。もうちょっとありそうな感じするんだけどね。湿度が高いからかな。湿度が高いからちょっと暑さをより感じる。そうなので皆さん朗読劇ね、ぜひ待ってます。8月9日浅草で。まあ浅草といえば東京マラソンでもね通ったところだと思うので、 ゆかりがあるは言い過ぎかそう思い出の地でもあるのでね、そこで今度は朗読劇ということもさせていただけるということで待ってます。皆さんが来てくださるのを待ってます。すごい初めてのことすぎて自分もいまいち想像もついてないし、まあ、大丈夫かなっていう気持ちもあるんですけど、まあ、でも本当にこれ結構本当のやつで、朗読劇すごい興味があって、なおさんが朗読劇してるのを見てはないんですけど見てはないんですけど、あの古畑奈緒さんが朗読劇をしてるみたいな、開催中みたいな、舞台に出演中みたいなのをツイッターで見た時に、え、舞台じゃなくて朗読劇みたいな、朗読の劇みたいな、気になると思って、なんかすごいなんだろうな、惹かれたんだよね。理由は何か分かんないけど、でそれでちょうど思ってる最中に声をかけていただいて、本当にコメントで書いた通りなんですけど、本当に運命だと思ってお話を受けさせていただきました。暑っ暑っ、湿度高すぎて暑っ。花屋敷行ってみたい。花屋敷行ってみたい。だから朗読劇だからあれだもんね、台本を読みながら舞台上に立って読んだり演技したりって感じだよね。だからすごいミキ朗読劇は見に行ったことがないので、舞台はそのルカさんの舞台を見に行ったことって赤星だっけ、それが最初で最後なんですけどね。全く朗読劇は見に行ったことがないので、めちゃめちゃがっつり想像がついてるかって言われたら、まあ、違うんですけど、でもとっても楽しみです。いやそう本当にあやさんが一緒でとてもコロコロコロ心強くて、なんか伊藤さんの初めてのお仕事にはあやさんがいらっしゃることが本当に多いので本当に心強いですし、
あやさんいるって聞いた瞬間本当に安心しました。ミキの心が保たれそうです。あ、では15分だったのでランキング読んでバイバイしたいと思います。13位ヤスさんありがとう。12位マングースかな、マングースありがとう。11位かくれんぼさん、くれんぼ中さんありがとう。10位大吉バティートさんありがとう。9位たかひろさんありがとう。8位マサーズさんありがとう。7位レオ香港さんありがとう。6位チキンコージさんありがとう。5位マードンナさんありがとう。4位ルイボーさんありがとう。3位ナスさんありがとう。2位エイジさんありがとう。1位ドアランチョスさんありがとう。ということでスクショタイムもシーチョーメイクもしてるし、じゃあみんなのお仕事と学校頑張れポーズします。オッケー、ビッグハートもプレゼントしちゃったよということで、明日ね本当にめちゃめちゃギリギリの配信になるので、とにかくミキは間に合うことを祈って全速力で用事を済ましてきますなので明日は23時45分から0時の間にお会いしましょう。今日も一緒に頑張ろうね。大富豪も一緒に頑張ろうね。お、アメピめっちゃ褒めてくれて嬉しい、ありがとうね。ちょっと事務的に大丈夫かなってみんなからのよかったよって声がないと基本的にずっと不安な人なので、褒めてくださったら嬉しいです。ではまた明日も会いましょう。バイバーイ。またねー。